いろいろなんかやってたら夜になってました。こんばんは。まつげは配信越しで伝わるかわかんないけど、コリンって上がってます。よいしょ。まあ松葉はねメイクしないとちょっと映えないから伝わりづらい。こんばんは。今日はキッチン片付け配信です。ちょっとコメント見えないんでメガネします。こんばんは。マグカップかわいいね。え、そう、これかわいいよね。パパが前にプレゼントしてくれた。トミさんギフトありがとう。こんばんは。作ったパンは食べてますか？あ、そう、今日もね朝ごはんで食べました。やっぱさ、メガネした自分の顔好きじゃない。画面見えないけどメガネしたくないわがまま。画面に近づいてよ。もうこんばんは。ちょっと洗い物します。こんばんは。お話し会追加しちゃった、ありがとう。そう、お話し会一部ね完売が出たようで嬉しい。ありがとうございます。みんなに来てほしいってお願いしたら本当にみんなゲットしてくれたようで嬉しいです。アルテリアベーカリーさんとバスの夜景草笛さん行ってきて、お、1日目ですでに大満喫している良きですね。こんばんは。荒上の監督さんが昨日サインは3年後に売れてて僕の作品には出てもらえないって言った。昨日の配信見たよ。今日、昨日リアタイしてないんだけど今日見て、結構序盤でその話してて笑っちゃった。売れてたらいいですけどね3年後。よいしょ。こんばんは。ちょうどその完売した分買ってます。お、嬉しい、ありがとうございます。11月3日お話し会で完売出たの初めてじゃない、もしかして。ついに握手会の時はね、ありがたいことに完売もちょこちょこあったというか、一回全完売中止になっちゃった握手会は全完売とかしてたんだけど。よいしょ。マサトさん、かわいいギフトありがとう。こんばんは。4期のグッズが発売された。ああ、そうそう、ブロマイドとかねまた出ました。なんかわかんない、1期の時のブロマイド何も覚えてないんだけど、1期の時のブロマイドとなんか同じような写真だったような気がする。でもわかんない、1期の時の写真も覚えてない。みんな現地で確認してくれ。普通に完売何回かしてる。あ、そうなの、世界が認識してないだけ。でもこんな早い段階では珍しくない？なんかもっとギリギリだった気がする、してたとして。 あんまり悲観しすぎこんばんは。あれ、まあそう、湿気湿気。一気のブロマイドと一緒だった。一緒だったんかい。え、絶対あんなに何カットも撮ったんだから絶対データあるのに違うカット出したらいいのに。絶対ある、めっちゃ撮ったもん。なんかポーズめっちゃ変えて撮ったもんね。あの、あれも一緒だしね、ロビーに飾られてるキャスト写真も。ルンちゃんは、ルンちゃんと私が衣装一緒で一幕の着物だったんですけど、かぶってたからルンちゃんが変わったんですよ。だから私マジ一緒、全てにおいて一気と何も変わらず。こんばんは。という感じでお送りしております。でもお芝居の中身は変えたいですね、成長したいですね。よいしょ。こんばんは。明日は
ケルームにでも行って歌の自主練しようと思っています。めっちゃお前ラブの、もうあんなさ音域広い曲をさ随分と歌ってないからさ、なんか喉退化してんじゃねえかとビビってんだよね。こんばんは。なんかこの前愛媛行って1日目にちょっとだけステージでなんか叫んだりとか歌ったりしたんだけど、なんか声枯れちゃったんですよその時に。まあ発声しないでやったっていうのが一番の原因なんですけど、みんなね知ってると思うんですけど、発声しないで大きい声出すとね声枯れます。発声する時間がなくてブワーってやったら声枯らしちゃったから、ちょっとなんか今のポテンシャルがいまいち分かんなかったんで、ちゃんと発声して歌の練習したいなと思って、明日はまあ休みなんで自主練デーにしようかなと、こんばんは、思ってます。そしてさやは今こんな時間ですが、お腹すいた、毎日お腹空いてる、なんかお腹空いてない時間がないんだけど、なんで今日夕飯結構しっかり食べたのにな。また明日の朝食を楽しみに寝たいと思います。こんばんは、こんばんは。高い声出すの大変ですか？私の歌のね弱点はもう自分で知ってるんですけど、こんだけやってると裏声がすごい苦手で、なんか合唱部の時からずっと思ってたんですけどね。そう、こんばんは。裏声が苦手で、地声は結構高い音で出るんです、高い音まで出るんですけど、裏声を克服できたらもうちょっとミュージカルの歌とか上手に歌えるようになるのになって思って、だからジョン・マイ・ラブで言うと1曲目の縦やりながら歌うやつは全部地声でいけるから得意だけど、おきくちゃんとのデュエットは裏声使わなきゃいけないから苦手です。そう、そういう感じで人間得意不得意がありまする。こんばんは。なんでねちょっと練習しておきたいなと。でも1年前より歌上手くなったような体感はしてるんですけど、どうなんですかね、わかりません。こんばんは。でもなんか愛媛行くまではマジで実感なさすぎて、なんか周りの人もどんな人か分かんないし、すげえ不安というか、なんか本当に出るのみたいな、4期マジかみたいになってたけど、ちょっと3日間だけでも顔出して周りの人がどんな人か、ちょっとまあほとんど話せてないんですけど、コミュ障をこじらせすぎて、まあ、ちょっとこう雰囲気を知って、まあ、カレンちゃんとロイちゃんがすごい楽しそうにこの人とおしゃべりとかしてたんで、あ、いい人なんだろうなと思って、ちょっとなんか4期不安、なんだろう、本編の不安はあるけど、稽古不足による本編の不安ももちろんあるけど、なんかこう楽しみにはなった。そうそうそう、4期出るのが、菊ちゃん役のほのかさんとかもすごい優しそうだったし。こんばんは。久しぶりすぎて漂流ダンス忘れてそう。大丈夫、男性キャストのみんながすごく盛り上がってるから見ればもう思い出すよ。あの漂流中さ、ちょっとジョーマイラブね見たことない方はちょっと想像してほしいんですけど、本編の最後に私絶賛漂流中っていう、まあもう本編には全く関係ない大盛り上がりタイムがあるわけですよ。まあアイドルタイムですね、唯一の。本編はね役者タイムなんですけど、アイドルタイムがあるんですけど、そこでね、まあその漂流ライトっていうジョン・マイ・ラブのライト、ペンライトがあって、それを使ってこう一緒に盛り上がる曲があってね、
そのペンライトのダンスを男性陣がやってくれるんですよ。女性陣は歌って踊るんですけど、男性陣はファンの方と同じダンスをこう横でやってくださるんですけど、4期は下手がマジで楽しそう。下手の男性陣の盛り上がり方がちょっと半端じゃないので、皆さんあの一緒に楽しんでもらえればと思います。上手もねもちろん楽しそうなんだけど、なんか下手のなんか盛り上がり方がちょっと何、上手が 100% 楽しんでるとしたら、上手あ違う、なんか上手が 100% 楽しんでるとしたら、下手が 150% ぐらいで楽しんでるんで、そんなところも見どころです。まあでも欲を言えば私を見てほしい、うん、センターで踊ってる私を欲を言えば見てほしいが、まあその男性陣を見るっていう楽しみもちょっとあるので、そう、私を見るのに飽きたら周りの男性陣も見てあげてほしいです。こんばんは。なんか下手にお父さんと万次郎と鷹之丞と熊次郎とみたいな、ならこうその順で並んでるんですけど、前からその前4人が本当にすごい楽しそうだった。熊次郎とか一番ジャンプ飛んでたもん。全然喋ったことないけどマジでさ、自分コミュ障なんだなって思った。こんばんは。あと漂流ダンスのレクチャー動画の新たに4期で撮ったんで、それも楽しみ。カレンちゃんとルンバと撮りました。なんかさ、昨日か、帰ってきたの昨日ですよね。あっという間だな。だから今日体疲れてるのか、なんで今日朝起きてこんな体疲れてんだろうと思ったら、昨日愛媛だったのか。なるほどね。あ、そうで、なんか昨日帰る前にちょっと何終演後、まあその空港に向かうまでの時間ちょっと劇場であったんで、ちょっとでも誰かと喋っておこうと思ったんだけど、なんか客席でねボケっとしてて、客席内に他のキャストさんがちょこちょこっていたんですよ。でなんか談笑してたんで、うわーそこに話しかけに行けたらいいなって思ったけど、コミュ障すぎて無理で、すごい遠くにいたのね。そしたらカレンちゃんが話してきなよみたいな言われて、一人で行くの無理すぎてカレンちゃんにちょっと頼む、カレンちゃん連れて行ってくれっつってそうカレンちゃんと、そう行ってちょっとサイリンがみんなと話したいんだってってちょっと紹介してもらったんだけど、コミュ障すぎてマジでゴミみたいな会話しかできなかった。目を合わせられない、まず。あとコミュ障ってさ、なんか喋れないとかじゃなくて、まず目が合わせられねえと思って、そういえばあのびっくりしたね、自分のコミュ障具合に。うん、コミュ障って思って。え、マジですごいのがさ、初日行ってさ、行ってその場でもうみんなと挨拶もほとんどできないまま、なんか稽古ちょっとだけしたんですよ。稽古っていうかもう通してちょっと確認みたいな。でさ、芝居中はめっちゃ目合わせられんの、もう相手をその役だと思ってるから、めっちゃこの距離でこうやって睨み聞かせられるのに、なんか素になるとなんかこれ今皆さんの画面が目だとしたら、なんかこの辺ずっといて、あーはい、あ高橋彩香ですみたいな挙動不審こんばんは。挙動不審でしたね。コミュ障の私が次回5日間でどれだけ頑張れるかっていうところですよ。こんばんは。でもさ、なんかその帰る直前にちょっと話した時に言われたのが、なんかその確認の時に、あ、なんか高橋彩香さんですみたいなって、あ、お願いしますみたいな、クソデカボイスでさ、あ、すいません、あの、すいません、迷惑かけますけど、お願いしますみたいなやってさ、で、確認してる時もさ、じゃあ一旦曲で、まあ、とりあえずやってみようかみたいな、きっと覚えてるよみたいな感じで、なった時、うわ、やばいってなって、もうでかい声で、すいません、私が土地狂ってみんなに迷惑かけたらごめんなさいとか言ってさ、パパパってやってんのにさ、急に稽古終わった瞬間にさ、なんか、しゃべれませんみたいな、あ、どうも、みたいな、あのキャラ変しすぎて、なんかこうすごい不思議って言われた。そう
あんな稽古の時パキパキやってたのに不思議だねって言われました。こんばんは。そう、マジ陽キャ計画また第2弾スタートしてるわ。でも一期の役者さんとあんなに仲良くなれたんだからポテンシャルはあるはずないよな。ポジティブ、無駄にポジティブ。そう、私はそう思う。だから頑張る。こんばんは。そう、ステージ上の魔法マジあると思うわ。だから役入るとやっぱ役になれるよね。だからさ、やっぱお芝居が好きなの。多分ね、さ、お芝居が好きな理由、なんかこの前なんかさ、メンバーと話しててさ、なんか芝居楽しいんだよねみたいな話して、お芝居の何が好きなのって言われて、うーんって考えて、他の人の人生を生きれることが好きだなって答えたんですけど、本当に多分自分のことがあんまり好きじゃないから、別に嫌いでもないんですけど、そんなに好きじゃないから、なんか全然別の人格を生きれるってすげえ楽しいんだろうなってちょっとふと思ったんですよね。そう、だから多分鉄は多分陽キャなんで、陽キャっていうか、まあ陰ではないんで、結構グイグイ行くし、なんか陽知らん安藤とかにもグイグイなんでって行くから、陰キャじゃないんで、ちょっと鉄になろうと思って、強い心を持った鉄になろうと思って。鉄だってさ、こんなこと言ったらこの人に嫌われるかなとか絶対思わんやん。そう、ジョマイのおかげで舞台見るのが好きになった。あ、嬉しい。鉄とかさ、真逆だと思うよな。さ、だってさ、これ言ったらこの人にこうやって思われるかもしれないから違う言い方しなきゃとかさ、絶対考えちゃうけど、鉄とか絶対そんなん考えないじゃん。考えてたら高殿にさ、あの、いやしいですみたいなこと言わんやん。そう、そんな、あなたこそいやしいよみたいなこと言えないじゃん。だからマジ真逆だと思う。こんばんは。セリーの話聞いてて、ハマちゃんの期間空いたり関係リセットに近いものを感じた。いや全然違う。このハマちゃんはめちゃくちゃ仲良くなっても間が空いたらリセットされるけど、私は仲良くなった人とは全然話せる。だから翔太さんとかとはボンボン話せたもんね。そう、翔太さんとは結構話したよ。そう、あとキスバイエイトの盾で私に殴り合いの盾とナイフの盾を教えてくれた松原海二さんって人が今高野城、4期の高野城なんですけど、その人ともキスバイエイトで交流があるので今喋れます。喋りました。とても今回愛媛で初めましてした人とはマジで話してない。マジで話してない。どうしよう、どうしようね。こんばんは。おばらんじろうさんは喋ったよ。おばらんじろうさんはなんかもう前回の前鉄婚の時にちょっとあのすげえ気まずい2人の夢を歌った記憶があって、その時に話したんで結構話しました。でもおばらさん何考えてるかちょっと分かんないからちょっと怖いです。なんか優しい人って時に怖くないですか？なんか何考えてるか分かんなくてちょっと怖いです。多分いい人なんですけど、多分めちゃくちゃいい人なんですけどね。いい人すぎて怖い。裏で怖いこと考えてそう。失礼失礼。こんばんは。お肉そ失礼。でもマジいい人だと思う、それは間違いない。でもなんかあの奥国さん役の玉美さんとは結構話せたんですけど、まあ楽屋、女子楽屋はさ割と話せたんですよ。そうだけど、なんかすげえ女子楽屋の雰囲気が良かった。よいしょ。人見知り、人見知りっていうかコミュ障だね。挨拶とかは全然できるから、人
人見知りってかコミュ障、コミュ障をこじらせてる。ダメみたい。よいしょ、こんばんは。なんか普通にマジでカレンちゃんがさ、みんなとすげえ仲良くなってて、なんかすごいってなった。マジかみたいな。か確かにカレンちゃんは多分陽キャの人間だから、そう、カレンちゃん多分陽キャだから絶対仲良くなるの早いんですよ。だからなんかカレンちゃんが仲良くしてるの見てすごい焦った。すごいと思って。こんばんは。無理や、カレンちゃんみたいには無理やって思いました。どうしようさ、次愛媛行った時もカレンちゃんもルンバもいないじゃん。だからさ、今回みたいにカレンちゃんに連れてってもらってちょっと喋りたいですみたいな、できないってことでしょ。終わった、もう仲良くなる術失ってる。どうしよう、終わってる。もう殿下の宝刀を連れてってもらうスタイルが使えない。技封じ込められた。え、マジでちょっと我こそは陽キャっていうちょっとコメント欄の皆さん、どうやって仲良くなるのかちょっと今一度ご教授ください。頼むよ。こんばんは。カレンちゃん2番目でもいいの？のキャストさんと仲良くしてた。でも2番目でもいいのはなんか OL チームとマダムチームにもうなんか稽古中からずっと分かれてて、休憩もその席で休憩したりしてたから、カレンちゃん結構 AKB メンバーと一緒にいた気がする。でもはーちゃんとかとすげえ仲良くなってたよ。はーちゃん、あ、でもチーム今一緒か、ちょっと分かんないですけど。こんばんは。確かに翔太さんを頼るかな。翔太さん、翔太さんか、翔太さんね、めちゃくちゃ頼りやすいけどな。マジで陽キャの人才能だから、みんな大事にしてほしい。陽キャという個性を。よいしょ、ちょっと腕時計取ってくる。クリームも塗ってきちゃった。こんばんは。難しいな、人と仲良くなるのって改めて思う。何しようかな残りの時間。せっかくキッチンにいるけどやることもないんだよな。卵が残り2個しかない。こんばんは。どうしよっかな。キッチン綺麗になっちゃったしな。まあのんびりしますか。こんばんは。あ、でも配信越しでもまつげ上がってんのちょっとだけわかるかも。あ、わかるね。ほら、意外とわかるな。こんばんは。マスカラしたらもうちょっと入るんだけど。遊びに来たよ、ヤッホー。今日はでも松橋に行って、ちょっとユニクロ見に行って、
疲れてまっすぐ帰ってきた疲れたなーって。あ、100均行ったかな。ちょっと100均行って買い物行ったら普通に一番買おうとしてたものを買い忘れてくるっていう。こんばんは、試験です。だから明日も100均行かなきゃいけないポンコツ、ポンコツです。ちょっと iPad 取ってくる。ねえ、出てる、調べ物したい iPad。 あ、もうどうしてこういろいろ落とすの、ものを。こんばんは。お風呂上がり髪ボサボサ、くせっ毛だからさ、めっちゃ跳ねてる。すごくない？この跳ね方すごくない？こんばんは。なんかさ、ダメだ。なんかさ、千日記念にさ、タルトを焼こうかなと思ってるんですけど、それのね、タルト生地、土台の部分をさ、早めに作って冷凍しておきたいよね。思ってるけど、まあ今日は作んないですけどね。果物買ってこないとな。エチさん、団子ありがとうございます。15夜は10日です。今年のお月見は明日作る？明日作るかも。なんかせっかくなら配信で作ろうかなと思ってるんですけど、明日か明後日かし明後日かどうしようかなって感じです。まあ失敗してもいいように一回早めに作っておきたいよね。失敗したらまた次の日焼けばいいからさ。よいしょね、よいしょ。でも果物をいっぱい乗せたい。何乗せよう、何買ってこようかな。でもやっぱいちごは彩り的に必要な気がするよね。赤ってブルーベリーってさ、少量で売ってんのかな。山盛りでめっちゃ高いイメージしかない。あったら色味は綺麗だけど。なんか失敗しそう。作ったことないや、フルーツタルトちゃんとは。こんばんは。シャインマスカットはちょっと高いから買ってこないかも。ちょっと高いかもしれないな。わかんない。売ってたらでも買ってこうかなと思うけど。
美味しそう。ベリー系か。ベリーってどこで売ってんだろう。見たことない売ってるとこ。ラズベリーとか普通に野菜売り場にあるのかな。さやが見る気がないから見逃してるだけなのか。でもなんかフルーツいろいろ買ってもケーキ買うよりは安い気がする。こんばんは。冷凍にミックスベリー的なやつ、ああるかも。冷凍であるわ。確かに見たこと、冷凍を見たことあるな。冷凍なら長持ちするしいいですね。ちょっと当分家開けちゃうけど冷凍庫に入れとけばまた後日使えるもんね。賢いね。なるほどね。ちょっと前日とかに練習しとこうかな。普通に失敗しそう。怖っ。フルーツタルトの写真見たらお腹空いちゃった。普通にもうすでにお腹空いてるからさ。でも楽しみ。なんかタルトとかずっと作ってみたくて、こうやってさタルト型買ってあるからさ。見てこのサイズ良くない？一人でちょうど食べきれそうなサイズ。直径何センチくらいか分かんない。15とか。15はないか。ちょうどいいよね。こんばんは。直径何センチか測ってみよう。測んないと生地の量わかんないや。直径11センチぐらいだ。いいね、ちっちゃくて。良き。今夜のサリオン元気だね。サヤはね、まだ今日ちょっと眠いけどまだ元気。ケンケンさんいいね、ありがとう。ギフトありがとう。今日はまだギリ元気で、多分これ布団入ったらすぐ寝れるくらいには眠たい。結構眠いよ今日。今日は早寝して、また明日早起きして一日頑張っていこうかな。明日もね、明日ね、昼間にいっぱい配信しようかなって思ってんだよね。夜ちょっと早寝したくて明日。そう、昼間にいっぱいやろうかなって思ってます。やっほー、こんばんは。じゃあ昼間タルト生地一回焼いてみますか。試しにね。でうまくいったらそれ冷凍して千日の時使おうかな。千日ケーキで。うまくいかなかったら改良します。今日は涼しくなかった。今日は比較的涼しかったですね。なんか上着っていうかちょっと長袖着てったもん。長袖着てったけどあんまり汗かかなかったんで、涼しいんかなと思いました。目標の早寝早起き実行。そうそうそう、この1週間でさえは体調を良くすることが目標だからね。そう、
てか愛媛行ったら強制的に早寝早起きだから、東京で早寝早起きの習慣作っとかないと愛媛でめっちゃきついと思う。そう、夜寝れないのに朝バカ早く起きなきゃいけないみたいなのがめっちゃきついと思うから、今のうちにちょっと愛媛ほどではなくてもちょっとずつ早寝早起きしていかないと体が死ぬっていう、そう体が死ぬっていう特典付きになっちゃうからね。だってさやの初日朝公演でしょ。え、絶対やばいって、初日朝は絶対やばいよ。さやはわかる、やばいことが。え、さやちょっと待って、無理かも、やばい、こんな弱音吐きたくないのに、弱音吐きたくないのに弱音吐いちゃうくらい無理かも。急に元気なくなっちゃった、どうしよう。朝公演10時半スタートです。なんで普通に6時起きとかです。6時だな、遅くも。え、待って、それジョンマイラブ全然無理かも、気づいちゃったな。どうしよう、だってさまだ一回も舞台上で全編確認してないし、着替えもやってないし、でも行くのは前日だし、急に投資とかやるのかな、無理じゃない。え、絶望してる今、心臓ヒュッてなった。弱音吐きたくないのに、そのためにも明日頑張ろう、自主練。でもお芝居自主練とかないんだよな。お芝居ってさ人とやるもんじゃん。歌は明日自主練してくるけど、芝居ってどうしよう、心臓痛くなってきた、寝れないかも今日、不安で、不安障害、心臓痛い。東京でちょっと稽古してもらうんですけど、さすがにやばすぎて心臓痛くなってきた。ふう、まあ頑張ります。なんか初日見に来てくれるよっていうファンの方がいっぱいいるので、皆さんに集大を晒さないように頑張ります。頑張ります、いくよん、嬉しい。みんなに坊ちゃん劇場で会えるのは結構本当に普通に楽しみです。めちゃくちゃ楽しみ。そんな感じで、そうそう時間ですか、もうちょっとありますね、もうちょっと話しましょう。もう心臓がヒュッてなりすぎて言葉が出てこないけどうわー、大丈夫かな。頑張って、頑張ります、頑張ります。まあとりあえず明日は歌の練習します。
初日絶対死ぬほど緊張すんだろうな。もうわかる。初日の高橋さやかちゃんの気持ちがもう今すでにわかる。死ぬほど緊張してると思う。あの裏でさ、なぎなた持ってこう待機してるわけよ。 M1 のこう道場のこういうこれの間、お父さんとお母さんを従えてるわけじゃないんですけど、お父さんとお母さん横にいてめちゃくちゃ吐きそうになってると思う。そこでさやは前回の初日そうだった、一期の初日吐きそうだったからもうわかる。もう手に取るように初日の自分の状態がわかる。ご公演行きます。え、全部来てくれるの9月。嬉しい、ありがとうございます。もう手に取るように自分の状態がわかるな。こんばんは。チャギーン、デデデデデデ。なんか動きが早いって言われたんだよな。でもいいことって言われたけど、縦めっちゃ早いって言われた私。今縦確認し始める。縦は完璧に覚えてた。あー完璧じゃないけどちょっと焦ったけどほとんど覚えてた。えい、うわー、チャキーン。なんかさ、そう、ルンちゃんとかカレンちゃんよりなんか縦のペースが早いっぽいです。だからやる人は多分大変だと思う。でもさ、絶対ゆっくりできないな、もう体に染み付きすぎて。こんばんは。でもさやもさ、こうやばいやばい言ってるけどさ、絶対周りの人の方が絶対大変だと思うんだよね。だってさ、3人も手ついてさ、みんなさ、その動きとかさ、芝居の感じとかさ、セリフの感じとかが違うわけじゃん。それに合わせてあげなきゃいけないじゃん、やりながら。絶対さやたちより大変だと思う。さやたちはね、己を突き進んでいけばいいけど、みんなはその鉄に合わせなきゃいけないから。そう考えたら弱音を吐いてる場合ではない。皆さんの方が考えることも多いだろうし、いっぱいさやも迷惑かけるだろうから。こんばんは。それセリフはね、覚えるのね結構遅い方です。セリフ覚え結構時間かかるタイプ。そう、なんかスパッて入んないんですよね。なんか早くしたいんですけど、まあでもそれはちょっともうちょっと慣れが必要かなと思いつつ、結構時間かかります。なかなか入ってかないんだよね。なんかさ、多分セリフを耳で覚えてるっぽくて、自分のセリフも口に出して耳で覚えてるっぽいんで、そのやっぱいっぱい言わないと覚えられないんですよ。でもいっぱい言うのってさ、時間かかるじゃん。高い時間かかります。なんかさ、全部なんか感覚で覚えてるんだよね。耳でセリフは覚えてて、動きは景色で覚えてるんですよ。ダンスもそうなんだけど、そうだからなんか時間かかります。全てにおいて覚えるのは。なんか勉強も教科書を写真で覚えてたんですよ私。あ、この言葉は教科書のこのページの右下に書いてあったなとか、そういう風に覚えてたから、多分なんかそうや、昔からそういう記憶するときはなんかこう写真とかてか、その景色で覚えるんだと思う。景色と耳で覚える人間だと思います。思いました。厄介なんです。こんばんは。イメージが頭に残る。そうだね、劇場公演とかさ、全部景色で覚えてるもん。歌詞もここでこれを踊ってる時は歌詞これだなみたいな。めっちゃ覚え方キモくない？そう、1番と2番で位置違ったりするからさ、あ、ここでこの景色を見ながらこれを踊ってるってことは今の歌詞はこれだなみたいな感じでこう歌ってるから、そうだからさや結構劇場公演は立たないと覚えられないんです、ポジションが。だからいつもみんなより 2,3 時間早く劇場入りして、
立って覚えるっていう。いかにこう紙を見て立ち位置表を見ても全然覚えられなくて、見るだけで覚えれる人って結構すごいなと思う。セリカちゃんとかは立ち位置表を見て覚えてくるんですよ、レッスンの時とか。すごいと思って、絶対に無理だからそれは。まあ人によってね覚え方いろいろあると思うんですけど、そういうのできると時間も短時間で覚えられるだろうし、すごいいいだろうなとは思うけど、それには無理ですね。だからセリちゃんはマジ尊敬してる、すごすぎ、なんで覚えてこれんのっていつもびっくりしちゃう。そんな感じでそろそろ終わりにしますか。今外はずいぶん涼しいですね。まだ開けようかな、エアコンつけてんのもったいない気がしてきた。ランキング読みます。13位アンディさんありがとうございます。12位ナンさんありがとうございます。11位オロロさんありがとうございます。10位ヒラリンさんありがとうございます。9位ピアノマンさんありがとうございます。8位トモチさんありがとうございます。7位ヤスさんありがとうございます。6位バイコトーさんありがとうございます。5位マコトノスケさんありがとうございます。今里さんありがとうございます。3位ヤチさんありがとうございます。2位ケンケンさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございます。みんな遅い時間でしたが配信付き合ってくれてありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみ、バイバイ、頑張って早起きします。またね。